こんばんは。こんばんは。てんてん、あ、ちょっと待って、ドア閉めてない。あ、よし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 。シャ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 。倒れました。よって。倒れましたよって言ってる。倒れましたってね。そんな日。こんばんは。あゆ太郎の時間です。はい、今日は研究生公演でした。とても疲れました。イエイ、やっほーん。知ってる？疲れました。2日連続疲れたけどもう楽しかったです。イエイ。パラを見たかった、わかる。あのさ、あの今日公演見てた人、はーい、無気用太陽の流れからのパレを期待しちゃった人。せーの。うん、期待するよね、普通にね。ほんとごめん、ごめんね。ね、まあまあ今後にって感じで。でラブ修行ね、確かに確かに。そうそう、またいろんなものを見せていけたらいいなと思っているので。そう、今日のね MC に菜々子がさ、急にこのダンス踊れますかみたいな。 MC で1周年経った今踊れる曲あるでしょみたいな感じに。そうだからはてと思ってと思ったんだけど、踊れたよ完璧にね。うん、いやーねーね、嘘だよ、踊れなかったです。うん、なんかね、どうしたか、まあいいか、こうしたら、あ、こうしたらいいか。このね、あゆ太郎は最終ベルが鳴るをやってって言われたんだけど、でもさ、あれね、1、2週間でさ、もはや1週間、2週間でさ、多分、いや3日4日前だな、フリーレしたのは本番の。だからさ、3日4日練習したものをさ、もう短期でアンって頭の中に入れてバッて披露したらさ、もう終わった瞬間にさ、はいってなくなっちゃうわけさ。そうなの、だからね、覚えてなかったね。最終ベルが鳴る不意には、分かるんだけど、降りるならな今だ、最終ベル、最終ベルが鳴る心の奥の声を聞け、選ぶんだ道を。もう覚えてないでしょ。うん、いやでも TDC は踊れてるから大丈夫。そう、容量パンパンだから忘れていかないと無理なんだよ。みんなそうじゃん、バックアップなんてないからさ、頭に。
そう、あのほらみんなもテスト勉強したらその範囲忘れちゃうでしょ、テスト終わったら。そんな感じ。これ言えばよかったな、これ言ったら絶対おーってなったな。あー惜しい。うん、そうそう、結構そうなんだよね。うん、そう、初日からの差がね、そんな、なんかね、そうなんだよ。でも風は吹いてるわね、意外と踊れる。ウォー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 、この変わり果てた第一の空白に、あ、意外と踊れないかも、寂しく踊っていた。何から先に手をつけばいい、続ければいいみたいな。どこかに神がいるなら、もう一度新しい世界をこの地に開かせてくれ。はいはい、それでも未来へ風は吹いている、頬に感じる命の息吹。それでも私は強く生きてゆく、さあたった一つ念願を積むことから、始めようか。だんめっちゃ練習した、あれめっちゃ練習したわ。お、公演こちらこそありがとうございました。うん、そう、まあ、なんか正直昨日不器用太陽をやるってなったのが、まあちょっとまあ最近だ、決まったのが最近で、みんな結構ギリギリだったんですけど、でもあのその中でですね、あの昨日ゲスやって、ゲスの、まあ、ゲスをやって、で次に不器用太陽でいけるかなってちょっと思ってたの、あのこのこう来る前ね、その時に。でも昨日の夜に、まあ、若干見とかないとみんなの足引っ張っちゃうし、不器用対応練習しておこうと思って、普通にこう動画を見ながら、こうなんていうの、顔のケアとかしたんだけど、なんかねすっごい楽しくなっちゃって、不器用対応練習するのが。あの単独コンサートでやったのがさ、あのうーんと、あの単独コンサートでやったのがあれなの、ワンハーフっていうか、もうワンハーフとかない、一番のサビまでだけだったから、青空で終わってたから一番までしかやれてなくて、そうフルでもやりたかったねって話、まあ、フルワンハーフでもやりたかったねって言ったから、だからそう今日しかも9人で研究生のみでフルでできたのは嬉しくて、そうそうそう、だから2番のサビが終わった後にラインダンスっていうか、じゃないな、でも1列になってこう同じ振りをこうやってこう合わせる振りがあるんですけど、そういうのを9人でできたのがすごく、9人でっていうか、まあ1年1年こうまた経って、また不器用太陽をみんなで昔合わせたりしたところを披露できたのがすごく嬉しかったですね。うん、あれはね楽しかった。あ、スペシャル公演ね、ねね、あれいいよね。タン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 タタ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 、僕は、あれこの時にさ、鉛筆のシーン見えてないかなってちょっと不安になるんだけど、絶対サンセリいるから見えないと思う。うん、最善でも見えないな。
ここに鉛筆の芯刺さってんだよね、あゆ。うん。うん。こんばんは。うん。そうそうそう。接近したら見えるの。わかんない。そうそうそう。うん。はじめまして。僕も刺さってる。お揃いだね。うん。そうなの。あ、新潟フレンド、ありがとうございます。そう、昨日は放送日で。そうなの。あのね、あの新潟フレンドめっちゃ自分のとこカットされてた。いいんだけど、全然全然良くはないんだけど、悔しかったね。でも結構内容がまあまあやばかったから未公開として出させるのがすごい結構やば、やだなって思ってる。あのエビのや、エビ屋さんだね。エビ屋さんの時にカットされてってとこがあったので、そう、まあ使えるってもらえるんじゃないかなってちょっと思ってたんだけど、そう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 、そうだから未公開スペシャルになったらすごいや、まあお蔵入りもお蔵入りで嫌なんだけど、未公開スペシャルになった時にいや絶対だね。うん。でも来週のあのさ、なんかそのごめん、県外の方にすっごい申し訳ないんだけど、この話してるの、あのなんかさ、引き出しあんってぶつかってるとこあったじゃん。あれは来週映るのかどうかわかんないんだよね。あれ映るのかな、来週。来週もう一気に佐渡になっちゃうのかな。それがどうなんだろうなって。映んないよね絶対あれ。来週からもう絶対さ、絶対来週からキャス佐渡だよね。ほらね、めっちゃカットされた。めっちゃ言ったのに。それがテレビってもんですね。くそー、悔しい。わかんないけど、うん、そう、テレビやべえなー。テレビ怖えー、テレビ甘くねー。うん、芸人じゃないし、あゆ。うん、そう、でもあれ、あ、偽物か。うん。そうそうそう、マカダンナのギターめっちゃ面白かったでしょ、あれ。めっちゃ面白かったの、あれ。楽譜見ないと弾けないんです。めっちゃ面白かった。肉フェス、うん、予定はないですね、私の。そうそう。そうなの。うん、あとサマーフェスの出演があれな、決まっているので急だけど、そう、なんか最初はあゆなんかあれって聞いてたんだけど、よかったらぜひぜひ。あー、そっちは、うん、そっちはね、のんのんのん残酷な雨がって感じ。不意に二人に降り注いだ何も語らなくてもすべてがわかったでしょ。うん、そ
んな感じ。残酷な姉がくそうん、ね、あやむ喋ると怒られるから、のんのんのん残酷な雨が不意に二人に降り注いだ、何も語らなくても全てが分かったんだ、残酷な雨が不意に二人に降り注いだ、何も語らなくても全てが分かったんだ、残酷間違えたな雨が剣に手をかけて向き合うなんて悲しい出会いなんだ、ちゃ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 ん、たた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 、なんで画質悪くなったの？え？画質はどうでしょうか？画質はどうでしょうか？え、変わらん？え、どう？どうどう？どう？切れた、切ったの。不安定？なんで？治った？どっち？あっち？こっち、そっち、どっち？あ、治った？動かなかったらいいの？これぐらいの動きは？これはオッケー？これは？あそう。ダメかい？どう？どう？お！とうとう！ふたん！復活！やっぱりね、いけてるよね、うん、イエーイ、ふう。でも心配になるのが、来年も研究生公演だったらどうしようっていう不安。正直ね、正直1年もとは思ってなかったの、ぶっちゃけね正直ピンって感じで、そう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 
だからどうしよう、どうしようね。ね、ね、だよなって、どうしっかね、どうすっかね、ね、そう、まあ研究することはまあもちろんあるけど、でも誰でもそうじゃない、誰でも研究することなんてさ、2年目のアイドルが研究にさつきましたなんてないと思うんだよね。だって柏木さんだってこう長年やってるけど、毎回公演はこういう風に変えてみようって毎回考えてるって言ってたから、自分がもう何もすることがないっていうのは明らかに違うことだからあるんだけどね、研究することは。うんね、日々研究なのは本当にそうだと思ってるし、でもポジティブに昇格した時の喜びは大きいと思うから、だから研究生のなんていうの、研究生での研究生としての私をね、もっと楽しい思い出をもっともっと作って、あの時はこうだったねって言えるようにうん、そうそう、実力じゃなくて都合、来る言葉ですねうん、そうそう、 NGT の研究生とね、なんかちょっと変わってるよね、いい意味でも違う意味でもうん、だからプラスにするにはどうしようかなと。最近みんなもあゆのことを応援してくれてるファンの人がなんかもうずっと研究生のままに ままでって思っちゃわないように私も考えてるんだけど、そしたらどっちもなんかマイナスとマイナスで結局マイナスじゃんだからって思ってるんだけどね。だってさ、普通に考えてさ、こうイベントとかも N3 の方が出るし、応援して楽しいのは N3 じゃん、どう見てもね。待って待って、はい、ちょっと待って、そうだから、わかった、そんなことない、わかった、ちょっと待ってじゃん。でもそんな中でも例えばさ、まあ去年今の時期で言ったら、例えば私の誕生日にあった USJ とかさ、普通にみんなも楽しめるじゃん、普通にオタ活以外でもなんか遊園地にいたりとか、まあまあまあ楽しいことがいっぱいあったじゃない。でもそんな中でも研究生の私を応援してくれてる人がいるってことは、まあでもきっとあゆが悔しい思いをしてる分、あの悔しい思いはきっとみんなもしてると思うから、だからそんな中でも研究生を応援したいって思ってる もらえるような風にするにはどうすればいいかなって考えたりするしてる、ずっとそうそうそう、そう、あ、テロップ、研究生こう、
よし。かけた。うん。うん。あよ太郎ちゃんが好き？そう。何より何より。ございまーす。うん。それでも好きだよ。ねじりねじり。今日昨日前回の配信でなんか誰にも言ってなかったことを、あの2年間内緒にしたことを、あの今日の声の自己紹介で言いますって言ったんだけど言うの忘れてた。ね、忘れてたわ。うっかり。言うの忘れてた。どこ出ようかな。うん、明日？うん。明日？なんかな。そう、どこ、まあ、まだ引っ張るわ、じゃあ。もうちょっと引っ張ろう。引っ張ってみる。で、ショールーム選抜の曲披露したんでしょ、あのチームメイトさんが。びっくり。知らんかったね。知らなかった。そう、プライベートサマー。うん、見た？歌ってた？え、そうなの？わかんないのポジション。ああ、そういうことになるのか。あら、そうなのね。そうなのね。うん、そう、知らなかったんだよね。うん、ね、いやー、わからんの。いや、全然、いや歌っていいのかわかんないからやだよ。あいは MV 選考がいいかな。 MV 選考でどうですか。うん、どう？楽しみは、うん、いい感じに。あとだってまだ、もう意外と、もう明日10日でしょ。だからもうちょっと我慢すれば、あのね、ね、いい感じに熟すでしょう。きたーってなるでしょ。あゆが先にここで歌うよりかは、みんなで MV を見た方がいいんじゃないかな。うん、そう、プライベートサマーって言って8月30だけどね、発売。夏終わるけど。うん、そうそうそう、うん。ね、そうしよう。でも8月30って言ってももうちょっと早く見れるもんじゃないっけ。そんなことないか。うん、そう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 、うん、解禁されたらまたほら見ようよ、青春時計の MV の実況みたいに。実況っていうか、あれは歌、なんか MV で見てただけだけど、まあ実況か。うん、
そうしよう。ほら、あゆが初めてみんなと一緒に撮った MV だからさ、この何秒、なんか2分51秒お気に入りですみたいなできんじゃんね、だから楽しみに待っとこうよみんなでそれを拡散して、59秒のあゆ太郎みたいな知らないけどさどうする、59秒誰か知らないけどさうん、そうしよう。うんね、そうそうそう、ハッシュタグ好きなんだ、いい歌だね。やっぱり神曲が多いね。今何時だろうな、10時35分。コメントが止まる、コメントが止まる、コメントが止まっているのか、コメントがないのか、果たしてあゆ太郎は止まってただけだった11時までかな、うんうん。今ないの格好はほっ、あの T シャツの中に体育座りをしてました。ドゥルル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 ここらあたりじゃ噂なんだってね、いい女がいる、あんたのことかい、パッパッパッパ、どこの町だって同じじゃないか、女たちどもそうだの、タラララランツタン、ゲスな夢見せてやれ、ひとよ限りのハート、開かないでくれるならそれはそれでいい、ゲスな夢見せてやれ、情けないくらい愛はここにはないとわかってるだろう、ここにはないとわかってるだろう、やでぃーつてでねーてってるるるるねー、やでぃーでんでで ん, でんでで ん, でんでで愛想を尽かして、イケメンありがとう テンションおかしくない、おかしくない、ないないひなに、なんだ今日ね、アイスの口づけなぜだか、胸の奥の口づけ、
器用の首かしげるとこ好き。どこどこそれ。でも最近全然弾けてなかったんだ。そういえば、カポ。めっちゃ下手だけど練習っていうのもある。でもさ、座りながら弾けないんだけど、ピックどっか行ったわ。ピックどっか行ったわ。ありました。床に足やって弾けない。弾けないわ。もうこれはいいや。なんか音が変。なんか音変。いや、ずれてないと思う。いや、チューナー持ってる。今刺してる。ん？変。ここ半端じゃない。
え、なんで？なんかめっちゃ変じゃない？うん、止まってるよ。ほら見て、ほら、なんでだ。やだ、なんかなんで。カナンナが弾いたから、あ、かな。なんで？なんで？ほら。でも弦変えたよ、前にそんな前じゃないけど、弦変えようかな。色なんだこの色じゃない、音だった。うん、弾いてれば治るとかない。カポが甘い、これでも買ってくださしてるけどね。なしで何を弾けばいいの？カポなしで A を弾きます。カポなしで弾いてみた。はい。じゃじゃん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 、なんだっけな、次ほら、じゃん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 、だんだだん、ダメだわ。口。なんだろうね、なんでなんないの、弦が弱い。チューニングは合ってる。他のカポないの？ごめん、これしかないけど。なんでだろう。ですかね、どうですか。カポつけっぱじゃない、カポつけっぱじゃない。
んだけど。めっちゃ汚い。いや見て C 鳴らすよ。ほらあ、部屋の湿度？いや、あんち乾燥気味の方。フレットに近いところ。これ。ね、カップはめ直せばってコメントめっちゃあるんだけど、めっちゃはめ直してんだけど。うっ、これに何か原因があるんですかね。ちゃんと、いや、カポ取って C？ いいよ。ちょっと待ってね。よいしょ。やば。伸びてると思う私。見て、ミヨーンっていう。ほらね。私伸びてる気がする。こちらのギターちゃんは。5弦と1弦が鳴ってない。鳴った？確かになんか緩い感じするわ、めっちゃ。ほら、なんか押さえると緩い。緩いのはさ、どうしたらいいの？教えてコメント先生。はい、コメント先生です。巻く。ネックが反ってるって何？え、反ってる？反ってたらどうなる？壊れてるってこと？どうやったら反ってるか反ってないかが分かる？ちょっとこれ反ってる？どうやって分かる？はい。楽器屋さんに行くべき？横から見せて。横って何？はい、横って何？これどれが正面？はい、どう？自分は反ってないと思う。よかった。
って強くすればいい？ショック。You are shock。 あゆね、あのあれがあんま好きじゃないんだけど、あれだけできんだ。あれでしか言ってないけど。ダメだこりゃ。あー北の国から。ちょっとでもやめとこう、なんか怒らそうだからやめとこう。なんかコメントが、ネジがついてて押さえる力で調整できるカポ使った方がいいよね。それどうやってやんの？新しいの買えってことじゃない、やめてよ。ギター頑張って買ったんだから、頑張って買ったものだからさ、すごいなんかショックなんだけど、どうしたらいいかな。楽器屋さん行ってくる。わかった。あれ、え、マジ直ったくない？え、え。ちょっと待って待って待って、時間やばくない？くない？え？やっぱ世界救うかも。なんか なんかいけそう。ほらなんかいい音鳴ってる。11時？待って、サビじゃんしよう。サビでいいか。弾けるかな？弾けなかったらごめん。よし。未来はいつも。
なんかまた鳴らなくなった。え、さっき良かったよね。やっぱり楽器屋さんに行くわ。ほらまたダメになった。やっぱり楽器屋さんに行ってくる。右袖の袖、袖ないんだけど、待ってうん、まぐれ、まぐれでなんか、あ、袖はろた？さ、袖ないんだよね。ちょっと見てもらってくるかも、時間があるときに。そうする。俺のカポはバンダイで買いました。本当ですか？私はどこで買ったかな。うん、あんまり最近やっぱり両立は難しいから頑張る。そう、さ、なんかめっちゃ触れる期間と触れない期間がめっちゃ、でも毎日触りたいからなんだけど頑張る。新進撃の巨人の最新刊は8月9日入荷なんで出てますね。買いに行かなきゃ。よし、8月9日だから、今日だから、そうね。アイドルとギターの、ギター侍の両立は難しい。いやでも楽しい。まだ全然趣味程度なんですけどそう、よし、今日は疲れたので明日の練習をして寝ます。よーし、13位ポンコツ、12位いっくんさん、11位まこっちさん、10位パンダの帝王さん、9位ティーチャーさん、8位すすむさん、7位エデンさん、6位マシャさん、5位タロタロさん、4位ケロちゃんさん、3位チュウチュウチュウ、なんだこれね、ちゅう、塩うさん、しかも3位頑張ったね。2位トシさん、1位ゴンタムシさん。席替えしてないかな、大丈夫かな、人は変わってないかな。はい、3位がねちゅう塩さんと、2位がトシさんと、1位がゴンタムシさんでした。それ以外の方も本当にありがとうございました。はい、おやすみなさいバイバーイ。くそー、じゃん、あ、私の配信している格好でしたこれ服ね、膝バイバーイ。